今回は夜のミステリーの体験実話シリーズを朗読します。夜のミステリー体験実話シリーズ、はぐれた道。人はよく不思議な体験を話すとき、夢とも嘘ともつかない不思議な目にあったなどと言いますが、それでは夢は体験ではないのでしょうか。そんなことはありません。人生の3分の2を寝て過ごす人間たちにとっては、夢もまた立派な現実の一部である。今夜のお話は、横浜の和田春俊さんが見た夢、いや体験をもとに構成したものです。あなた、あなた、時間ですよ。起きてください。それは暦の上ではもうとっくに春を迎えているのに、まだ身に染みる寒さを残すある春の日の朝のことでした。時間が来たら、起きてもしないわよ。おまけにさせや。ああ、何だろう。6時30分よ。6時30分か。誰だ。6時半じゃないか。まだ1時間もある。静かにして寝かしといてくれ。疲れてるんだぞ、俺は。何でボケてんの。ここは横浜よ。会社まで2時間かかるんでしょ。横浜。疲れてるですって。毎晩毎晩やれ麻雀だやれ一杯だって夜遅くまで遊んでいれば、うん、疲れるわよね。ゆうべは部の会合で。そんなことで疲れるな。私も疲れてみたいわよ。お酒臭い部の会合でね。何が夢のマイホームですか。都会の真っ只中にある海乾燥なアパートやマンションよりは超えると思いますがね。2時間ですよ。往復毎日4時間かけて行ったり。都会の閑静なお住まいになればこそ。ああ静かですとも。周りに何もないんだから。駅から5分ですって。とんでも8分歩いて30分。何もないです。でも羨ましいですよ。ご自分の力でまたね、独立した家が持てたんだから。独立ね。この独立のために毎月どれだけのローンを払わなくちゃならないか。朝早く女房の叩きを起こさせ。違います違います。僕じゃありません。ほら、この通り両手とも塞がって。立ちっぱなしで満員電車に乱れながら時間に間違われて、やっと会社へたどり着いたと思ったら。和田君、すまないよね。この書類今日中にまとめるってください。毎日毎日朝から晩まで書類書類。おいおい、こんなにちゃくちゃなのに表示にできるわけないんで。そういったところで、ローンを払うためには目いっぱいの残業をしなければ間に合わず。無理やけったしだ。仕事仕事仕事。和田君、和田君、あちらに眠りいかんねん。夜はあんまり冷えるんじゃ。足が少しのことだ。すみません、部長の僕。この計算ね、これ間違っとったよ。はい、役員会議で大恥かいかせ。はい。二度としないに気をつけてくれよ。はい。精が出るのね。男の人と結婚すると変わるって言うけど、ほんと遊び好きだったあなたがまるで仕事の虫みたいになっちゃって。
からかうなよ、せっちゃん。うん、なんならこんな仕事売っちゃって、一緒に、ちょっと飲みに行ったっていいんだね。ああ、ご冗談。トムキさん、行くか？やめた。どうして？奥様、うちの会社の重役さんと親戚だって言うじゃない？君らしくもない。関係ないって。さようなら、原田くん。頑張って、会社と奥様に尽くすのね。せっかく掴んだ幸せ、お大事に。はぁ、あ。何が幸せだ。何が安定した人生だ。あなたも残業ですか？あ、いや。またお会いしましたね。幸せって一体何でしょうね。おやおや。仕事？また。愛情？ないよ。温かい家庭。それをあなたは手に入れた。駅のそばに、あの、お近づきの印に一杯やってこうじゃありませんか。でしょ？え？まあまあまあ、もっと飲んで。え、これを刺激と呼ばずに言うの？なんと言ったらいいのです？飲まずに帰れますかってんだ。働いてるのは誰だと思ってんだ。うちを買ったのは一体どこの同一だ。え？毎日毎日朝早く起こされ、会社行って同じ仕事を繰り返して、上役には叱られ、帰れば帰ってんだ。何を言うの？嫌味をなく、口々、口々、こぼされ。ねえ？僕の人生って誰のためにあるんでしょうかね。僕は誰のためにアクセコ働いたり、うちを買ったりしたんでしょうかね。あ、もうこんな時間だ。あ、よさ、じゃあさようなら。また明日、満員電車でお会いしましょう。こんなところに道があったかな。いつもうちへ行くにはこうぐる。いやいやいや、もちろん案外近道なのかもしれないぞ。まあまあ、迷ったところでたかが知れてる。春の宵の散歩どうしたらよおうかね。それに女房のガミガミを聞くのがそれだけ後になるってわけだ。なんだ、やっぱり近道だったんだ。うちがこんなところに。おい、帰ったぞ。あの、何か。いやね、あの例の決算の書類作りが思いのはずの手間取ってね。ああ、早く開けないから外は寒いんだよ。どちら様でしょうか。ちょっと帰りに部長に誘われとピッとこの付き合い。どちら様？ふざけるなよ。悪かった悪かった悪かった。ご主人だ。この通り謝ります。主人ですか。ただいま。あなた。おい。あなた。お客さん。おいお前。ふざけないだの。早く開けて中に入れてくれよ。客？そんなに遅くにか？あ、どちらさんでしょう？お前は僕、そんなバカな。誰だ？貴様誰だ？よって、うちを間違われたんでしょう。私は和田ですが、あなたは？そうです。和田さんが帰り着いた我が家には、すでに和田さんが帰っているのでした。主導、この僕は一体誰なんだ？僕が帰るうちは、どこにあるんだ？あの見知らぬ飯は、和田さんをもう一つの世界へ連れてきてしまったというわけなのです。そしてその道は、あなたが明日迷い込むあの道かもしれないのです。
夜のミステリー、体験実話シリーズ、何かが不意にやってくる。貨物列車。あなたはこんな体験をしたことがあるでしょうか。夢ともうつつともつかないこんな体験を。これは岡山県倉敷市にお住まいの後藤恵里さんが体験した出来事です。後藤さん夫婦がその線路際の部屋に引っ越したのは昭和28年の秋であった。今ではあんなところではとても暮らせませんが、当時は生活のために必死だったので我慢できたのでしょう。それでも初めてその線路際のバラックの2階に上がった時は泣き出したいほどに心細い気持ちになったのを覚えております。2階といっても屋根裏部屋でした。トタン板の片屋根で、6畳ほどの部屋の奥は大人が背を伸ばすと頭が使えました。あの頃はそんなバラックが線路沿いにたくさんありました。結婚して間もない私たちは東京で一旗あげようと上京して、その部屋に荷をほどいたのです。せめてこの部屋線路より高いとよかったのに。いいさ、田舎へ帰るときはこの窓から飛び乗りすればいい。ダメよ、今から帰る話は。そうだな。下のおじいちゃんおばあちゃん、どうぞ一生でもいてくださいだって。冗談じゃないよ、半年の辛抱さ。だといいわね。でも親切そうな親さんで安心したわ。二人きりで寂しいんじゃないか。一人娘は遠くへ縁づいちゃったって言ってたし。疲れたな。あら、もう12時過ぎだわ。寝ましょう。これ最終電車かしら。電気を消した暗い部屋に電車の明かりがパラパラと降るように横切っていきました。夫は引っ越しの疲れが出たのでしょう。布団に潜ると同時にぐっすり眠りに落ちたようです。私も夫のかすかな寝息に誘われるように眠りに落ちていきました。最終電車も通過して後藤さん夫婦の部屋を夜のしじまが包んだ。2時間も経った頃であろうか、後藤恵里さんは体に伝わるかすかな振動に眠りを破られた。もし恥ずかしい。違うわね、貨物だわ。眠らなきゃ。後藤さんは貨物列車の音を防ぐように布団を顔の上まで引き上げようとした。だが布団が重い。体をひねって布団を引き上げようとした。すると浴衣姿の女が一人、後藤さんの布団の横に座っていた。長い髪がうつむいた顔を隠していた。その女がすっと手を伸ばすと布団を掴んでいる後藤さんの手を握った。おい、おい、どうしたんだよ。ひどくうなされて。
女の人が。女？そこに座って私の手を引っ張って。何言ってるんだ、しっかりしろよ。誰も言いやしないじゃないか。疲れて悪い夢見たんだよ。夢？夢だったのかしら。夫がひねった裸電球に照らされた屋根裏部屋には、さっきほどいた荷物の他には何もなく、女の人など誰もいませんでした。コロッケ4つにサラダね。そう。いつ越してきたの？3日前。もう3日前。いや、それにしてもあっかよく人が変わるね。この前は板前、その前は消毒屋。その前が紙芝居の夫婦だったかな。へえ、やっぱり電車がうるさくて長くいられないのかしら。ま、そうだろうね。他に理由が？はい、お待ち。どう、職場。みんないい人？まあまあだ。私も早く仕事見つけなければね。そうだな。ねえ、コロッケ屋のおじさんが変なこと言うのよ。ん？ここはしょっちゅう人が変わるって。そうだろ？このトタン屋じゃ夏暑くてたまらんし。そういうことかしら。な、あんまり気にすんなよ。さあ、うまかった。ごちそうさま。そのことは私生涯忘れないと思います。私は夢うつつの中で最終電車が通過するのを聞きながら眠りに落ちていきました。私はふと貨物列車の低い響きに目を覚ましました。そして3日前のあの悪夢を思い出して、思わず頭を上げて闇を透かし見たんです。窓から漏れる薄明かりの部屋には誰もいませんでした。安心して枕に頭を戻した時です。後藤さんの顔に長い髪がさらりと落ちた。後藤さんの頭の上にあの女が正座して覗き込んでいる。後藤さんは隣に寝ている夫を呼ぼうとしたが声が出ない。女は布団の横に回ると、後藤さんの手を掴んで引き起こそうとした。やめて。女は強い力で後藤さんを線路際の窓の方に引っ張っていこうとした。助けて。気がつくと、私は夫に抱かれていました。夫は私をしっかりと抱きながら、真っ青な顔で震えていました。見た？浴衣の女が、あの窓から貨物列車が走っている闇の中に消えていくのを。あ、そう、引っ越すの？いえね、3年ほど前に、あのじいちゃんばあちゃんの一人娘が、あの部屋から線路に降りて、貨物に飛び込んだのよ。それ以来ね。え？うん。なんでも、初めてあの二階を貸した女に、一人娘が恋人を取られたとかいうのが原因らしいんだけどね。夜のミステリー。
体験実話シリーズ、何かが不意にやってくる。お風呂へどうぞ。あなたはこんな体験をしたことがあるでしょうか。夢ともうつつともつかないこんな体験を。今夜のお話は国立市にお住まいの石川ひろ子さんのお便りをもとに構成したものです。私の知り合いに山が大好きという男性が二人おります。中澤さんという中学の先生と亀田さんというサラリーマン。二人とも山が好きといってもロッククライミングなどはしません。なだらかな山道を散歩気分で楽しむのがお好きなんです。あれは確か3年前の秋、二人が群馬県の四万温泉の奥を歩いた時のことです。おい、亀田、ちょっと待った。ああ、またかい。これだよ、君。これ。こいつは藍染め芝生竹と言ってね。うまいのか？他にあらず。毒キノコなんだがね。こいつを食うと幻覚症状を起こすという珍品だ。どうだい、亀田。今夜宿で食ってみないか？僕は結構。いや、それよりもその宿だがね。この分じゃ、明るいうちに温泉場まで帰るそうもないぜ。いいじゃないか。泊まれるところにどこでも転がり込んだ。植物好きで学級肌の中澤さんの道草です。その日すっかり帰り道が遅くなったんだそうです。小さな山村、30軒ほどのわらぶきの家々が曲がりくねった谷側に沿って両側から山に抱かれてひっそりと散らばっている。そんな村にたどり着いた時はもう山陰に日が隠れている。こんなところじゃ旅館を探しても無駄だろうな。まあ物は試した。そこのタバコって看板のあるうちで聞いてみないか。二人がそのうちに入って訪ねてみますと、そこのおばあさんが兄にそう言って。あるわさ。え、あるんですか。30分も下ったとこにあんことはあんがね。誰も止まんねえよ。あ、この近在のもんはな、無事な宿なんて言ってんの。おばあさんにたしなめられたような、半分からかわれたような妙な気分で、二人はその旅館の客となりました。それは山の中の一軒家。亀田さんの表現によれば、上野の駅前の安宿を山の中へ放り込んだような感じだそうです。でも、そのひなびた安宿は、しっくり山に馴染んで、それはそれで風情があったのでしょう。どうぞ、これ来てやってください。ああ、どうもどうも。おかみさん。はい。無事な宿って何ですか。まあ、村のもんがまたそんなこと言ったんですか。何か特別な意味か。いえ、ただね、死んだおじいさんが昔タヌキや無事なを売ってたもんで、みんなそんな風に呼ばれてしまって困るんですよ。なるほど。あの、お風呂が沸いてますから、食事の前に汗流してやってください。すぐ入れるんですか？はい。他にお客様おりませんから。それでは、ごゆっくり。なかなかいい宿じゃないかね。そう。旅行会社じゃちょっと探してくれない。しかり。さっきのばあさんが気味の悪い笑い方をしたんで、心配だったが安心した。おいおい。
それは面白い。ぜひ行こうって言ったんだな、中澤。君じゃないか。だが、亀、君も同感だろ。ああ、風呂に浸かろう。先に入っててくれ。ちょっと、はばかりだ。それじゃあ、お先に。え？お風呂は宿の裏庭の離れにあります。中澤さんは土寺の肩に手拭いをかけて裏庭の飛び石を伝っていきました。おや、なんだ、先客ありか。おかみは僕らだけって言ってたが、宿の人かな。曇りガラスの戸の隙間から脱衣所に湯気が漏れています。中澤さんは浴衣をくるりと脱ぎ捨て手ぬぐいをつかみ、ご一緒させてもらいますよ。ガランとした湯殿、中澤さんが踏み込もうとした湯殿には誰も入っていません。湯船の湯は揺れもせずふくふくと湯気を立て、乾いた流し場には腰掛け台の上に桶がきちんと伏せてあったそうです。中澤さんは急いで浴衣を身にまとい部屋に戻りました。その時の中澤さんのうるさいぶりは普段教団で説教している人のものではなかったそうです。無事なのたたりなどと口走り、亀田さんがつい笑うと怒り出すのだそうです。亀田さんは気をつけろよという中澤さんを部屋に残して風呂を使いに行きました。いい風呂じゃないか。何をあいつ錯覚したのかな。中澤のやつ、藍詰めなんとかだけとやらを密かにかじりでもしたかな。おお、ああ、いい月だ。二三人は入れる湯船に体をいっぱいに伸ばして見上げると天窓から満月の光が差し込んでいます。お、薪の風呂か。人に風呂番をされながら入るなんて久しぶりだな。おかみさん、いい月ですね。ここは冬は寒いでしょうね。冬でもお客さん多いですか。もう結構ですよ。いい風呂です。亀田さんが何を話しかけても答えが返ってきません。湯はもう熱すぎるくらい。もう本当に結構で。亀田さんが身を乗り出して見た窓のすぐ下は目もくらむ断崖絶壁。人一人立てる余地などなかったのだそうです。体験実話シリーズ、何かが不意にやってくる。窓の外。
あなたはこんな体験をしたことがあるでしょうか。夢ともうつつともつかないこんな体験を。今夜は熊本市の下村仁さん、それに埼玉県秩父市の石渡文明さんのお便りをもとに構成しました。その夜、文江と兄の正雄は漫画の本やテレビを見たりして手持ち無沙汰に過ごしていたんだそうです。私は夜勤で、女房の方も近くの親類に呼ばれて出かけていたので、うちには文江と正雄の二人の子供しかいなかったのですが。お兄ちゃん。ん？今なんか聞こえなかった？なんかって何が？誰か廊下歩いてるみたいな。バカ、誰もいるはずないじゃないかよ。そうだけど、でも聞こえたんだもん。見てみろ、ドア開けて。やだ、お兄ちゃん見て。誰もいやしないよ。怖いんでしょ、やっぱり。うるさい。何よ、自分だって怖くて。怖くなんかない。ほら、誰も嫌しないじゃないか。だって本当に聞こえたんだもん。シェーシェーってスリッパ引きずってゆっくりゆっくり歩いてるみたいな音。私おばあちゃんかと思っちゃった。やめろバカ。おばあちゃん、いつもスリッパ引きずって歩いてたもんね。やめろっていうのに。マサオが怒ったのも無理もなかったのかもしれません。というのは、私の母、二人の子にとっては祖母ですが、そのおばあちゃんが亡くなって、まだ四十九日にもなっていなかったからです。私ども夫婦が仕事を持っていたため、子供のことはすっかりおばあちゃん任せにしていたこともあってか、特に正雄の方は人一倍おばあちゃん子だったのです。遅いね、お母さん。寝ればいいだろう、もう。だって、ね、ほら誰か来る。誰かが砂利を敷いたうちの外を歩いている。二人は私か女房のどちらかが帰ってきたのだと思ったらしいのです。ところが、どうもおかしい。ゆっくりゆっくり砂利を踏むその足音は決して近づいては来ない。と言って遠ざかっていくのでもない。誰？誰もいないな。でも確かに誰か歩いてたわ。砂利が敷いてあるのは玄関から今のテラスまでのさほど広い部分ではありませんから、誰かがそこを歩いていたとしたら、いくら暗い外だといっても見えないはずはないのです。ところが窓を開けた途端足音はピタリとやみ、人影などはどこにも見えなかったというのです。二人はいつまで外を覗いていても仕方がないので、窓を閉めて鍵をかけ、部屋の中でじっとしているほかなかったのです。とはいえ、ただこれだけのことならば、何かの聞き間違いか思い過ごしだったということで済んでしまったかもしれません。だが、またしばらくすると、今度は、
何？お兄ちゃん。黙ってろ。ドア開けようとする。風だよ。違うわよ。だって離れたところでこんなにいっぺんに音がするなんて変じゃないか。そうだけど。そんなに何人もいるっていうのかよ。私わからないけど、でも。かけておいたはずのガラス窓が少しずつ開いていくのです。気づかないような速さでじりじりっと。窓が開いていくにつれて広がっていく黒々とした夜の闇の中からペーター。シワだらけの手、肩を這い上がるように現れたかと思うと、二人を手招きするのです。力なく、ゆっくりと、しかし何度も何度も。誰もいないよ。ほら、見てみろよ。いや。来てみろってば。誰もいやしないから。本当だ。誰の手だったのかしら。おいでおいでしてたわ。あの手に。何？おばあちゃん、おばあちゃんの手みたいだった。こんばんは、推理作家の鈴木道夫です。私が案内役を務めるようになってからかれこれ1年半になりますが、夜のミステリーも今夜でお別れということになりました。そこでミステリー番組の最終回らしく、皆さんを思い切り怖がらせようというわけで、私が古風なくらい正統的な怪談ドラマを書いてみました。吹きすさぶ風、きしむドア、皆さんを幽霊屋敷へご案内いたします。目をつぶって気の弱い方は耳を塞ぐ用意をしてお聞きください。夜のミステリー最終回、鈴木道夫作、幽霊屋敷。
やだわ。何あの音。え？ほら、あれよ。ああ、あれは手術室の扉ですよ。壊れていてちゃんと閉まらないもんだから。思いがけない時に開くんです。ちょっと風が吹き込んでもね。今から怖がっていたんじゃ、夜明かしはできないぜ、玲子。怖がってなんかいないわよ、川上くん。ただ、不愉快な音だから。立花先生、そろそろ始めましょうか。そうだね。カセットコーダーは誰が持っていたかな？あ、僕です。いいかな。じゃあ、回しますよ。4月8日、午後11時40分。これは、作家の立花雄二先生を中心に、京北大学超心理学研究会のメンバーが、幽霊屋敷と噂される木造3階建ての建物で一夜を過ごそうとする記録です。参加者は立花先生、それから記録を担当する僕、橋本邦弘、川上治、谷村玲子、安田雅彦、以上5人です。ここは千葉県淡津市海保にある元海保病院なんですが、まず管理人の黒沼さんから話を伺いましょうか。どうしていろいろ噂が立つようになったのか。私はあまり聞いてないんだがね、その噂ってやつを。まあこれだけの場所に住んでるのが私一人だから、人が何か言うんでしょうな。僕は隣の木更津に実家があるんですが、いろいろ聞いてますよ。夜中に3階の窓から窓へ火の玉が通っていくとか。ああ、それは懐中電灯だ。私がライトを持って病院中を見回って歩いてるんですよ。起きてすぐに一度、夕方に一度、夜中に一度見回ることになってるんです。ここ古いんでしょ？明治時代ですか、建ったのは。ああ、そんなに古くはない。昭和16年です。使わないでいるから、どんどん傷んで、こんなありさまになってますよ。それでも、かれこれ40年ですね。私は、こうなってから住み込んだんで、詳しいことは知らないんですがね。なんですけど、院長の弟で経理を担当していたのは使い込みをやって、追い出されたのを逆恨みして脱税を密告した。それが大口だったもんだから、結局潰れてしまったらしいんです。もう6、7年空き家になってるんですよ。不老者が入り込んだりするんで、焚き火でもされて火事になったりしたら大変ですからね。私たち夫婦が頼まれたわけですが、管理人というより万人ですな。もう4年になりますか。なるほど、ご夫婦でね。女房は1年で音を上げました。ん？最初のうち病室のベッドで寝ていたんです、二人部屋のね。ところが背中合わせに誰か寝ていると言うんです。あれ、女房が。私は別に何も感じないんでベッドを入れ替わってみましたよ。やっぱり女房は背中合わせに誰かが寝ているって言うんです。あの、黒沼さんは全然何にも感じなかったんですか？鈍いんでしょうか。感じなかったんですよ。病院のベッドですからね。何人もの人が死んでいるはずで、様々な思いが残っているだろうとは思うんですが、女房は今、千葉のせがれ夫婦のところで暮らしてます。奥さんは他に何？みんな黙って。ごめんなさい、先生。でも、聞こえるでしょ、あの音。谷村さんは少し神経質になりすぎて。嘘よ。みんな聞こえないの、あれ。聞こえるな。水圧が上がるんですよ、いつも今頃。よそで水を使わなくなるからでしょ。
あれ、水の漏れる音ですか？ええ。廊下の右手の洗面所の水道だけ使えるようになってるんです。女房も最初は騒ぎましたが、じき気にならなくなりますよ。あんな風に漏れるのはほんの一時ですから。地の底で小人が太鼓を叩いているみたいに聞こえるな。ちょっと気味が悪いね。標本の胎児が外に出してくれってガラス瓶を蹴ってるんだって言ってましたがね、女房は。先生、ポルターガイストじゃありませんか？今の、うん、梁や柱にひびが入る音ですよ。木造建築は古くなるといろんな妙な音がするんです。しばらく雨が降らないで木が乾いてますからね。夜中に気温が下がるとひびが入るらしいんです。怖いと思ったことはないんですか、黒沼さんは？ありますよ。一番怖いのは慣れですね。慣れ？慣れから来る。油断ですよ。何しろね、廊下も階段も腐って一段駆け落ちていたり穴が開いたりしてますからね。3階から落ちたら命がない。1階だって地下室があるから安心できません。それなのについ油断して足元を照らさなかったりするんです。いつかも電池が切れかかってるのに高をくくって見回りに出ましてね、3階で懐中電灯がつかなくなって往生しました。さっき標本の胎児っておっしゃいましたね。そんなものがまだ置いてあるんですか？はい、みんなそのままです。手術室にはメスなんかが錆びついて並んでいますよ。いつか地震があって棚に並べてある標本の瓶がカタ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 鳴った時には女房がヒステリーみたいになりましてね、あの時は本当に弱った。やだわ、私来なければよかった。だから言ったじゃないか。お嬢さん、お嬢さん大丈夫ですよ。原因があって結果があるんです。結果だけ見ると怖くなるだけのことで。ほら、水漏れだってもうやんだでしょ。そろそろ見回りの時間なんですが、次に病院中ご覧に入れましょうかね、立花先生。そうですね、お願いします。しかし谷村君は残った方がいいな。え？いや、電灯がつくのはこの部屋だけだそうだから、加賀美君、そばについていてあげたまえ。いや、でも僕はせっかく来たんですから、やっぱり見たいですよ、病院の中。そりゃそうだろうが、谷村君一人残ったんじゃ、こうしたらどうです。私が後でもう一度川上さんをご案内することにしたら。そうしていただけますか？それで決まった。みんなでドロドロ行くより一人で黒沼さんに案内してもらった方がスリルがあるよ、川上。そうだな。さっき申し上げたように廊下に穴が開いてますからね、気をつけてくださいよ。懐中電灯はめめにお持ちでしょうな。あ、持ってきてます。これ先生のですよ。ああ、ありがとう。それじゃあ行きますか。あと頼むぞ、川上。ああ。わあ、やっぱりちょっと緊張するな。ごめんなさい。いいけどさ、どうしてそんなに神経質になってるんだい？自分でもよくわかんないの。安田がこの病院の話を持ち出した時に行ってみようって言い出したのは、ん？一番先に出したのは君じゃないか？こんなだとは思わなかったのよ。
はあ、人がいないと家ってのはこんなになっちまうんだね。あの管理人よく一人でいられるよ。僕だったら正直なところ、あれを聞いただけで逃げ出してしまうな、きっと。何なのあれ。多分みんなが真上の部屋に入ったんだよ。本当にそう？ドアの開く音聞こえなかったじゃない。真上の音しか聞こえないのさ。階段上がったんだって聞こえなかったろ。部屋に自信あるのね。この部屋前は何だったのかしら。畳が敷いてあるんだから誰かが寝泊まりしてたんでしょうけど、看護婦さんの部屋にしちゃ狭いわね。いろいろ考えない方がいいよ。でも誰か女の人がここで死んだんじゃない。そんなこと考えるなよ。君は何も起きていなくたっていいんだから横になれよ。毛布をかぶって寝てしまえば何も気にならないだろ。そうそうかもしれないわね。私昨夜よく眠れなかったの。そうだろ。だからつまらないことが気になるんだよ。ほら毛布。うん、じゃあみんなが帰ってくるまで私横になる。喋ってたら寝よったって寝られないじゃない。川上くん、どうして明かり消しちゃったの。どこにいるの。返事してよ川上くん。おさむさん、どこにいるの。明かりどうしちゃったのかしら。ねえどこにいるの。懐中電灯があるはずだけどどこなのかな。おさむさん、どこ行ったのよ。おさむさん、やよいてっちゃ。何、猫なの。どっから入ってきたのかしら。おさむさん、川上くん、早く来て。誰もいないの。立花先生、橋本くん、安田くん、早く帰ってきて。
学生さんたちかね。そう、みんなどこ、どうしてこんな暗いのね、明かりつけて。どうにもならないんだよ。あ、電球が切れたのね。みんながライト持ってるはずなんだけど。みんなはもう帰ったよ。そんなはずないわ、私置いて帰るなんて。置いて帰ったわけじゃない。お嬢さんをちゃんと見つけて、みんな悲しんで、いろいろあったんだよ。もうここには誰もいない。もじき、取り壊されるんでね、この病院。ただ、どうも。私は気が咎めてね、ちょうど一年目だから来てみたんだ。お嬢さんに会えてよかった。いつまでもこんなところにいちゃいけない。あんたには行くところがあるはずだよ。何のこと？一年目って。事故が起こってからもう一年になるんだよ。お嬢さん、あんたが何に驚いたのか、川上さんが止めるのも聞かずに廊下へ飛び出して、あんなことになってからもう一年になる。一年になるなんて、そんなはずないわ。ついさっきのことじゃない。私からかってんのね。あ、橋本くんがテープ取ってたわ。レコーダーがその辺にあるんじゃない？私が持ってきている。あんたがここにいるのは何が起こったのか分かっていないからじゃないかと思ってね、カセットの写しをもらってきたんだ。いいかい、最後のところを今聞かせるからね。昭和53年4月9日午前1時35分、大変なことになった。谷村玲子が一人で廊下に飛び出して穴から地下室に落ちた。ライトで照らしてみた様子ではとても助かりそうに。病気なんかどうでもいい。誰か早く救急車を呼ぶんだ。ここには先生、電話がないんです。あ、僕は車で行ってきます。地下室を降りるのはどっから、あのうちだけでも止めない。川上君、しっかりしろ。嘘だ、私が死んだなんて。かわいそうに。でも間に合わなかったんだよ、救急車は。嘘よ、死んだのなら見えるはずだわ。管理人さんの声が聞こえるだけでなく顔も見えるはずよ。真っ暗にしてみんなで脅かすつもりなんでしょう。お嬢さん、あんたは死んだんだ。地下室には医療機械や事務機械が雑多に積んであってね、あんたが落ちた途端に崩れてしまった。あんたの上にね。私、押しつぶされて死んだの。何も見えないかもしれないな。お嬢さん、機械が頭に落ちてきて、今のあんたには首がないんだ。
読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。